さあ、続いての第3試合でございますが、アマチュア MMA ルールということで、さて、準備の方は皆様よろしいですかね。それでは第3試合アマチュア MMA ルール参りましょう。選手の入場です。青コーナー、安西龍斗選手の入場です。赤コーナー、鈴木エイト選手の入場です。レジリエンス02第3試合アマチュア MMA ルール、 63kg 契約、3分2ラウンドを行います。青コーナー、武道塾所属、安西龍斗。赤コーナー、アールブラッド所属、鈴木エイト。この試合は MMA 総合格闘技ルールで行われ、パンチ、キック、投げ技、関節技の攻撃が有効になります。両者ヘッドギア、オープンフィンガーグローブを着用して行います。試合は3分2ラウンド、勝敗はノックアウト、ギブアップ、レフリーストップ、セコンドからのタオルで決まります。決着がつかない場合はジャッジによる判定になります。延長戦はありません。はい、さあ第3試合始まりました。ビュート先行取れ。アールブラッドの鈴木、そして武道塾の安西、助けらぜ、みんな赤コーナー鈴木、アールブラッド鈴木、そばめに動く、はい、どんな鈴木なんですか。一応柔道ベースで最近は打撃もやりつつで、総合できる選手ですね。総合いける選手、はい、立つよ、立つよ。なぜかの武道塾の安西、多分今回が MMA は初めてだと思うんですね。このルールでは初出場ということですね。打撃ではかなり成績残して、打撃が強いと思います。戻せ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 、今鈴木が上ですかね。で、右手利かせよ、そう、右手利かせて左手仕事して、そう、戻るよ戻るよ、俺でやってんだから、そう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 、落ち着け落ち着け、ここは足を抜いてって感じですね。はい、めっちゃ固めて足抜いて、足が抜けた、まさに桜井選手のアスパイスが効いたのような、そうですね、オープンギアのこれ後方戦、動けてるから動けてるから、桜井選手もね、首はね、フェンスがかかってるけど、決まんないから、そうそうそう、丁寧に戻すと、1個ずつ戻そう、1個ずつ戻そう、巻きさせてる、ちゃんと巻きさせてるか、両方とも、巻きさせてるか、ちゃんと、もう、足を抜いて、そう、右足しっかり入れて、そう、戻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 そう、瞬間に握られちゃう、そう、戻そう、戻そう、戻そう、あ、いいよいいよいいよ、今マウントになりますね。安西が低く取りましたが、うまいこと鈴木マウント取りました。練習したね、そう、ブリッジ使うところ考えてね。やっぱり柔道やってるんで、やっぱり寝かすとちょっとコントロールしたら、脇を捨てろ脇を捨てろ脇を捨てろ、そこ攻めてる、脇を捨てろ、そうですね、攻めるのが難しい、返した、まだぎっちり、そう、足さばいて、今トロッグで腕を引っかけて相手を捨てろ、
相手の床に押し付ける。そう、相手の床に押し付ける。私的に。で、下からあぶりきてる感じですかね。それそれ足合ってるか、足合ってるか、バック締めろ、バック締めろ、バック締めろよ、バック締めろよ、バック締めろね。そう、そっちに押し込め、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 そう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 、バック狙える、バック取っちゃった時間ね。バックまだかな。足がうまく足がつくれば足がついていきたい。そう、腕ディフェンスしながら、そう、バック締めろ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 、押し付けて、そうそうそう、押し付けて、鈴木が今返すか、そうそうそう、死なないで、まあ下になってますけど、展開は作ろうとしてます、うん、抜けよ、抜けたり抜けこれ、1ラウンドが終了いたしました。ラウンドガールは水戸ご当地アイドルカッコカジの方が務めてくれています。水戸ご当地アイドルカッコカジの皆さんはハーフタイムショーで歌っていただく予定です。緊張してますね。ラウンドガールが一番緊張してる。ラウンドガールは緊張してる。2ラウンドは逆に作れる。それもいいけど。それもいいけど。皆さん、微笑ましく見てあげてください。これタイム。最初は2ラウンド目で、2ラウンド目で。あの情報によりますと、まだ中学生です。さあ、まもなく第2ラウンドです。はい。綺麗なの入りましたね。打撃は安西が安西のキックが決まってるって感じです。鈴木はグラウンドに来たい頭を殺して頭を殺して頭粘れ。さあ直してきた。固まっちゃうとちょっと下手にきついですね。手に戻すと今ガードポジションになりましたけど、まだちょっと展開的にはゲートの方が鈴木が上、安西が下になっています。頭の方が返せばいいよ。とはいえガードポジション取られている。相手の動き制限した方がいいな。この部分はアマチュアなんで、アマチュアでバウンドなしなんで破れないんで、ちょっと展開がちょっと固まっちゃうことはあるかもしれない。もう一回ロス、そう。展開作れ。また、なんか決めろ。攻めていい。取ってもいいし。ポジションがちょっと悪いですね。そう。安西が抜けてきた感じですね。あとはやっぱり。パスしたいと思うんですけど、なんか背中ぶつけさせたいと思うんですけど、ちょっと今。今、ロープに安西がもう。はい、相手の手を立ち技で決めたい、そんな感じですね。倒しきれなかったんで、ヘッドギアが今始めました。選手のヘッドギアが始めたため、今時間が止まっております。なんか激しいですね。打撃でいい、打撃でいい、引きを狙える。なんかこの試合で見ると、打撃のグラウンドの涼しい感じ。そうですね、立ち技はやっぱりちょっと違いますね。頭一個分ちょっと違う感じがします。身長差もおよそ5センチ、はい、うん、あります。再開します。はい、試合再開です。相手を組むしかないんだよ。距離を取って、これぐらいはもう安全性が低いです。あと1個しかないからね。この距離を鈴木選手が詰めないと厳しい。当てていくか、決めよう。引いちゃダメです。助かる、しっかり助かるで。
塁持ち込んだ鈴木。さあ試合終了です。さあ時間内で進行したまとめ、これより判定に開始。判定です。3対0、赤、鈴木。3対0で赤コーナー、鈴木の勝利です。やっぱテイクダウン、やっぱり MMA なんで、やっぱテイクダウンのポイントを取ったと思います。さあ、勝ちました鈴木英斗選手には、勝利者としてメダル、そして、テグナット、ミトナットが行われます。また両選手には参加賞としてオリバ提供プロテインバーが贈られます。皆さん両選手に大きな拍手を今一度送ってください。第3試合が終了いたしました。